新国立劇場は東京都渋谷区本町一丁目にある歌劇場、劇場である。日本芸術文化振興会が設置し、公益財団法人、新国立劇場運営財団が委託を受けて運営をしている。オペラ劇場、中劇場、小劇場の3つの劇場が設けられ、オペラ、バレエ、現代舞踊、演劇の自主公演が行われている。施設設計の際、 コンペが行われ、柳沢孝彦ら竹中公務店設計部の案が採用された。会館に至るまでには右与曲折があった。二国問題と言われ、バレエ、演劇、オペラそれぞれの部門において論争の的となった。その中で大きなものはオペラ劇場の客席数である。結果として国内のオペラ関係者の主張が通った。2011年現在、 日本で最もオペラ公演に適しているのにもかかわらず、前述の NBS は新国立劇場を使用していない。情報センター、リハーサル室、研修室、屋上庭園など、芸術監督上演作品プレミアの上演のみ、掲載芸術監督芸術監督日本唯一の現代舞台芸術のナショナルシアターとして、世界水準の舞台を作る基本方針から、 次世代育成は大きな柱の一つに据えられ、事業化されている。1998年4月開所。2001年4月開所。2005年4月開所。西新宿、家電車を拠点とし、研修期間は3年間。定員は16名程度。1993年4月、第2国立劇場運営財団が発足し、理事長には、 元文部事務次官の木田博士が就任する。雲の会の継承を施行していた現代、演劇協会が同年の夏より、イギリスの王立演劇学校の校長以下、教育担当者を招聘同協会理事長の福田一は研修所の準備委員でもあり、木田がワークショップを視察する。英国流を踏襲して、擬曲読解を含めた演技術、ボイストレーニング、 ムーブメントの三つを柱とする方向性が定められた。詳しくは、新国立劇場アクセスを参照。ありがとうございます。